本日は一類情報数理工学プログラムの岡本研究室にお邪魔しています。自己紹介と研究室の紹介をお願いします。はい、一類の情報数理工学プログラム教授岡本芳生です。よろしくお願いします。この研究室では離散数学というものを使っていろいろな問題を解いていこうということをしております。メンバーによっていろいろと違う研究をして、それでいろいろな問題を解いていこうとしているという研究室になります。ありがとうございます。以上で岡本研究室の紹介を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。